たわわがはち切れそうなブルアカ、ハージマールよ。ということで今回は、春日椿さんを紹介していきます。視聴者は兄貴たちは椿ちゃんを育成してるかな。星2で入手しやすくてタンクとしてもめっちゃ強い椿ちゃんは初心者先生におすすめだぞい。完璧に言って強強。まずは椿さんのプロフィール紹介です。年齢は16歳。誕生日が2月3日、身長は162センチ。百鬼夜行連合学院2年生。部活は狩猟部に所属しています。趣味は昼寝。 CV は白洲佐穂さんが担当しています。公式の紹介文では、百鬼夜行連合学院所属、狩猟部の部長、より安らかで完璧な睡眠を目指して常に狩猟している、その極めっぷりや、座っていても立っていても、さらにはご飯を食べながらも寝ることができるほどである。浮いた2つ目は眠り姫。いつもうとうとしているが、夜になると町を守るために密かに暗躍すると紹介されています。椿ちゃんは一瞬で気持ちよく眠れちゃう特技を持ってるぞい。のび太くんとどっちが早く眠れるのかな。寝る。ちなみに公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、いつも眠そうな椿さんは実は狩猟部の部長さん。二つ目は眠り姫で、食べながらでも寝られるそうです。実は夜になると密かにどこかへ出かけてるとか。お疲れ様先生、もう寝てもいいと紹介されています。楓ちゃんの抱き心地すごく良さそう。は、楓ちゃん抱き枕を公式が売り出せば。ひらめいた。大丈夫です、お金なら、お金ならあります。さて、お次はボイスを聞いてみようか。人生ゲームをあげよう。暖かい日差し、ふかふかの枕、柔らかい布団、そして先生。どけ、僕はお布団だぞ。先生、ごめん。もうちょっと寝る。先生も、ここに横になる？こちらも昼寝せねば。不作法というもの。はあ、あれ？先生、来てた？デートで今来たとこって言ってみたいよね。昼寝にちょうどいい時間なのに。一旦寝て起きたら、もっと仕事もはかどるんじゃないかな。実際徹夜で作業するよりちゃんと寝た方がはかどるよね。夜に何をしてたらそんなに眠いのかって先生になら教えてあげようかな。ね、寝とられぼんで見た流れ。起きてから一番初めに会う人が先生だとは。いいね。起きてからなかなか布団から出られないマンです。このまま時間が止まってほしい。なんだかすごく心地いい気持ち。時止め AV の9割は偽物定期。うお、でっか先生、来てくれたんだね。はあ、今は修行中。座禅をしてた。これは過酷な覚悟がいる修行ですね、間違いない。さて、お次はつかみ上げモーションを見てみよう。はい、主殿、イズナ、参ります。うむ、意外と快適。この夏もイズナに何なりとご用命ください。主殿、ニンニン。泳ぎに行くの？ひえひえよし。はあ、出発。さて、お次は椿さんの戦闘スキルを見てみましょう。私が前に立つね。どうします？と、守らなきゃいけないものがあるの。椿さんは公式のアロナちゃんによるスキル紹介にて、防御タイプ特殊装甲でタンク役の椿さんです。 EX スキルは自身の防御力を上昇、範囲内の敵を挑発状態にして他の生徒さんの被弾を減らせます。ノーマルスキルでは一度だけですが大幅な回復も可能ですと紹介されています。
入手しやすい上にトップレベルのタンク性能、育成して使うだけで頼りになりまくりですね。初心者兄貴は防御を上げるために装備のバッグを T4 まで、パパパッと上げちゃうのもありだと思うよ。夏バージョンの勝利のポーズ、どう？戦術の勝利だ。お疲れ様、先生。もう、寝てもいい？さて、最後に椿ちゃんのメモロビを見てみよう。おっぺいに紐が食い込んでるの。いいよね。先生、来てくれたんだね。呼ばれて飛び出て。なんて過酷な修行なんだ。居眠りしてたんじゃないのって？違うよ。これも、れっきとした修行の一環だから。まあ、あんたほどの実力者がそういうのなら。近場にこんな修行にぴったりの場所があったなんて。幸せ。まるで夢を見てるみたいな気分。この幸せも全部先生のおかげなのかな。でも実際草むらで寝るとダニがいることがあるから気をつけようね。ところにいないで私と一緒に寝よ。端的に還元すれば座りね。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、睡眠はしっかりとろう。あと今回のサムネは桃之助兵衛さんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー、動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。